今日、道内では新たに965人の新型コロナウイルスへの感染と2人の死亡が確認されました。地域別では札幌市が393人、旭川市が79人などとなっています。道内の感染者は先週の水曜日からおよそ260人減少し、先月の15日以来、1ヶ月連続で前の週の同じ曜日を下回り、減少傾向が続いています。